メディアを再生する、泣いているつくつく帽子。2013年9月東京虫の音とは、虫の鳴き声のことである。このコーデは、セミやコオロギ、キリギリスなどの昆虫の成虫が、同種個体間でのコミュニケーションのために発する、音、並びに、それら虫の音を聞き分け、季節や情緒を感じ、干渉する文化についても述べる。主ななく、虫の種類と、一般的な鳴き声を上げる。 虫の鳴き声を言葉で表すこと、またその言葉を聞き通るしという。よく知られるなく、虫の種類として、コオロギキリギリスの仲間と、セミの仲間がいる。セミが鳴くには、大別して、以下のような目的があると言われている。コオロギの仲間は鳴く目的には、以下のようなものがある18世紀末頃、キリギリス、マツムシ、スズムシ、クツワムシ、セミなどをカゴに入れて売る。 虫売りという商売があった。主に屋台に置いて行われ、売り歩くことは少なかった。その頃より人工飼育法として、亀の中の土に散乱させ、暖かい部屋に置くことで早く孵化させていた。これらは炙りと呼ばれ、高値で売買された。また、江戸の虫売りは36人に限定する法令が出され、江戸虫校とも呼ばれた。二千五百年前の死境には、 すでにコオロギがなく様が描かれており、天保時代には、後の賭博としての糖質につながる文化の素地があった。上海万象課長魚虫交易市場などでは、虫専門店で30種以上の虫が販売されている。1987年、東京医科史科大学の角田忠信が、学会に出席するためキューバのハバナに訪れた際に、 学会前夜の歓迎会において絶えず聞こえている、虫の音を意識して聞いているの自分だけだったことから疑問を持ち、同年、著書である、日本人の脳脳の働きと東西の文化において、脳の左右半球の違いと日本人であるか、非日本語人であるかによる違いがあるとし、その後も、右脳と左脳の役割が、西欧人と日本人では異なり、日本人が、 虫の音などを言語半球優位として処理するのに対し、西欧人は非言語半球優位で処理するとしている。他方、ジョン・キーツは、オン・ザ・グラス・ホッパークリケットにおいて、鈴虫の声を好意的に描いており、キリシャ生まれのラフカディオ・ハーンは、虫の音楽家という随筆を残している。また、鈴虫、エンマコオロギ、ヒグラシ、キリギリスなどの虫の音は、外国人、 日本人双方から好意的な反応があったとする論文もある。キリギリスは、松虫や、鈴虫などとは異なり、キリギリスという名称をそのまま掛け言葉にすることが難しく、その鳴き声の擬音語である、綴りさせに、綴りさすを掛けて読まれることがある。ここも赤州に6例、五千州に2例のみで、周囲州には1例もない。これを始発と呼ぶ。 キリギリスが再び生まれ出すのは転換期とされる。この後、キリギリスへは最も充実した発展期を迎える。その後は新古今時代読みぶりが継承されている。また、虫の音は秋の季語である。万葉集に登場するなく、虫古今は歌集に登場するなく、虫五線は歌集に登場するなく、虫は集虫は歌集に登場するなく、虫源氏物語版七。 鳥物町日本荒川区西日暮里の道館さんは虫の音の名所として知られ文人たちが楽しんだと言われている。大阪市安倍野区松虫通りの名前は洋曲、松虫が由来と言われている。兵庫県伊丹市では毎年秋に市内中心部の9号町エリアにおいて泣く虫と里町というイベントを開催している。イベント期間中はエリアの施設や店舗に 虫かごが置かれ、鈴虫など約15種3000匹を展示し、虫の音を聞くことができる。2015年の第6回地域再生大賞で優秀賞を受賞。ありがとうございます。